はい、イフリートの攻略ですね。イフリートの攻略ですね。EX やってみます。編成はこうですね。勇者グレイナル、ビアンカに、混乱のヒノパン天使で、守備力を下げてテリーで回復って感じですかね。でスピードはだいたい568以上でいいのかな。イフリートが568だから、まあテリーは適当に500以下にしてますけど、これでいけると思うんですけどね。敵素早さ、まあ568以上にすればいいと思います。はい、イフリート戦 EX いきます。はい、まあ配置こんな感じで、まあ適当でいいと思います。で、ですね、とりあえずここで待機、エルギアスはで、これでとりあえずデイン食らわしたいんで、この雷の剣戦、はい、1234回復するんで、とりあえず200は削りましたね。で、デインフォースを、まあやっぱこのデインフォース状態ですか、皆さん。はい、デインフォース状態になってますね。ビアンカもなってますね、デインフォース状態ね。はい、 OK です。豪熱球じゃなくライトニング部です。で、ここでガンガン行こうぜ。で、これでこれですね、疾風陣雷ですね。やっぱデイン食らわしたいんで、はい、これで1000ぐらい食らわせれました。全然減らねえもんな、これ。最初これ無理だろって思いましたね、こんな。まあ、でもテリーの、ねえ、ガンガン行こうぜで、なんとかやるってやつですね。で、ここで、まあ、これでいいんかな？ここの場所のままで。大事よね。まあ、テリー1突以上ないときついと思います。カタストロフィー。まあ、ここでしようか。カタストロフィーで守備力を下げると。で、実際、こいつ守備力どんだけ、デイン耐性もダウンして、守備力もダウン。ダブルのダウンで、守備力も222。かなり弱ってます。で、まあ、ライトニングプレスですね、常に。で、ガンガン行こうぜと。やっぱり、疾風陣雷が天雷打ちですね、次。ここで。もうかなりすごいです。1600台が三撃ですから、5000近く食らわせるっていうね。ここで場所がちょっと後ろ下がるな。でもここでビアンカの、ベホイン、戦いのベホインもう入るんで、かなりいいっす。で、ここでやっと、ギガクロスブレイクですね。もうほとんどこれで死ぬでしょ。1万近く食らわせれるんだ、これ。はい、5890×2 です。うん、もうこれで勝てると思うんですけどね、もう。うん。で、ここで一応、カタストロフィーしておきましょうか。うん。はい。体勢下がってるんで。で、デインの息。ライトニングブレスで。はい、食らわせる。2300だから、約1000。で、ガンガン移動できましょう。さらにガンガン行こうぜ。で、これで決まるんじゃないかな？天空の一撃で、はい。決まりましたね。
決まりました。はい、はい、こんな感じで、皆さんもクリアしてみてください。編成難易度は、楽勝でしょう。はい、ご視聴ありがとうございました。